ペドロ・マルティネス・デラ・ロサは、スペイン人の F1 ドライバー。フジテレビ会一中継でのニックネームは、スパニッシュ・ザムライ。数少ない40代会一ドライバーの一人でもある。彼は、他の多くの F1 ドライバーたちと異なるキャリアを歩んだ。まず彼は1983年から1987年に、かけて1、8オフロード RC カーの世界で活躍し、 1983年と1984年にヨーロッパ RC カーオフロード選手権で優勝。その後も上位の成績を残し、1986年には準優勝を果たした。彼がレーシングカー,アートを始めたのは1988年17歳の時だった。これは比較的遅いデビューと評価されるものの、走り始めるとすぐに、 スペイン自動車連盟のスカラシップ、オフェンシバウノの援助を受け、フォーミュラフィアットウノ、スペイン選手権にステップアップ。翌1989年には、全7戦のうち2勝に加え3度の表彰台を獲得し、同選手権で総合優勝した。その後、1990年から1991年の間は、スペイン、 1992年から1994年の間はイギリスでキャリアを積んだ。それぞれ1990年にはスペインのフォーミュラフォード1600選手権で総合優勝。1992年にはイギリスのフォーミュラルノー選手権で総合優勝を果たしている。1995年からは来日して日本でのレース活動を始め、ラルフ・シューマッフ派、ノルベルト・フォンタナ、 高木虎之介、中野真次ら次期会一予備軍と競い合った。1995年シーズンは全日本解散、選手権にトムスから参戦してシリーズチャンピオンを獲得し、翌1996年にはフォーミュラ日本と全日本 GT 選手権にステップアップした。フォーミュラ日本では森脇元康が率いるチームの場エンジニアリングから参戦し、全日本 GT 選手権では カストロールトムスチームで GT500 クラスのスープラをドライブした。1997年にはフォーミュラ日本で前線表彰台に上がり、シーズン6勝を上げてシリーズチャンピオンを獲得した。全日本 GT 選手権ではミハエル・クルムとのコンビで2勝を上げ、こちらもシリーズチャンピオンとなった。このことからついた彼の愛称の一つが日本一である。 ジャガーのマシンを狩るデラロサ。1998年、冗談でテストドライバーを務めた後、1999年にアローズから会一にデビュー。チームメイトは、フォーミュラ日本でのライバルでもあった、高木虎之介だった。マシンの戦闘力は低く、高木ともども苦しい戦いを強いられたが、デラロサはデビュー戦となる開幕戦オーストラリア、GP で6位入賞し、 同年チーム唯一となる1ポイントを獲得した。翌2000年もアローズから出走し、ストレートスピードに優れたアローズ A21 を借り、ニュルブルクリンクで開催されたヨーロッパ GP とホッケンハイムリンクで開催されたドイツ GP のそれぞれで6位入賞し、計2ポイントを獲得した。オーストリア GP ではリタイアするまで3位を走行した。しかし信頼性不足によるリタイアが多く、 同年の完走率はフル参戦ドライバー中最下位だった。2001年はプロストグランプリのテストドライバーとしてシーズンを迎えたが途中第5戦スペイン GP からルチアーノブルチと交代する形でジャガーのシートを獲得し同年はカナダ GP とイタリア GP でポイントを獲得した。2002年も引き続きジャガーに在籍したものの一度も入賞できず チームメイトのエディアーバインに大きな差をつけられたこともあり、2002年最終戦を最後にレギュラードライバーのシートを失った。2006年ハンガリー GP にて、モントーヤの代役として走り、2位を獲得した。2003年からマクラーレンのサードドライバーとして契約。2004年にマクラーレンはコンストラクターズランキング5位となったために、2005年の レースウィーク金曜日において3代目のマシンを走らせる権利を獲得。そのため主にデラロサが金曜日のフリー走行に参加した。なお、第3戦バーレーン GP では怪我で欠場したファンパブロ・モントーヤに代わりレースに出場し、5位入賞を果たすとともに、初のファステストラップを記録した。2006年モントーヤが来季のナスカー参戦とともに、シーズン途中でのチーム離脱を発表。 これにより、フランス GP より彼が出走することが決定した。フランス GP では7位入賞を果たし、第13戦ハンガリー GP では、自身初の2位表彰台に上がった。2007年は、フェルナンド・アロンソとルイス・ハミルトンが、性ドライバーとして加入したので、再び同チームのテストドライバーを務めた。最終戦のブラジル GP で、私の契約は、あと2年ある。そして、 チームにはとても満足していると本人が言っており実際に2009年までテストドライバーを務めた。またデラロサは2008年度からマクラーレンのカスタマーシャシーで参戦予定だったプロドライブに乗ることは2007年シーズン序盤では選択肢であったことを述べているザウバーのマシーンをカルデラロサ。2010年は長く在籍したマクラーレンを離れザウバーのレギュラーシートを獲得。 小林カムイのチームメイトとして、会一に参戦。開幕戦から、モナコ GP までの6戦はあまりにも低かったマシンの、信頼性のため、感想はオーストラリア GP のみのただ一戦であり、マレーシア GP に関しては、決勝出走すらできないほどの惨憺たる状況だった。しかし、チームの懸命な開発もあって、トルコ GP から復調の兆しを見せ、 マシンの安定性と信頼性ともに向上し、ハンガリー GP では予選9位から堅実な走りを見せて7位入賞を果たした。デラロサの入賞は2006年ブラジル GP 以来、実に3年10ヶ月ぶりの入賞であった。しかし予選では小林以上の結果を残すも決勝のスタートで遅れたり、マシントラブルやクラッシュなどでポイントを逃したレースも多く、6ポイントに、 止まり小林カムイの21ポイントに大きく離される形となった。9月14日、ザウバーはシンガポール GP より、聖ドライバーをニック・ハイドフェルドに交代して、残り5レースを出場させることを発表したため、デラロサはレースシートを失った。この交代劇について、チーム代表はカムイの速さを回帰的に見ており、そのカムイと予選の勝敗が7勝7敗の、 互角であったことを解任の理由とした。しかし翌年メディアにあの交代に意味があったか、と聞かれると意味がなかったと答え、デラロサが遅かったのではなく、カムイが早いだけであったことを確認する正しい決断だったとした。またデラロサのカムイを過小評価するなと言っていた意味が分かったと答え、デラロサは自分の解任を苦笑いをしながら受け入れた。 2011年3月にはマクラーレンにテスト兼リザーブドライバーとして復帰。モナコグランプリで負傷し、体調不良を訴えたセルジオペレスに代わり、カナダグランプリにて金曜日フリー走行2から1戦限りの代役としてザウバーに復帰した。HRT のマシーンをカルデラロサ。2012年はマクラーレンの契約更新を断り、母国チームの HRT より41歳という、 恒例で出走した。テールエンダーのマシンで奮闘したものの、2011年にオーナーになったテサンキャピタルがチームの売却先を探していたことがアメリカ GP 頃に明らかになった。結局売却先は見つからず2013年シーズンのエントリーも行われなかったため、レースシートを失うことになった。2013年はフェラーリの開発ドライバーに就任し、 シミュレータでの作業を行うことになった。同時にリザーブドライバーも兼任する。2018から2019年シーズンは、テチーターフォーミュラー E チームのアドバイザーに就任していた。マクラーレンでのテストドライバーの傍ら、2005年から、スペインのテレビ局、テレシンコで、第一解説者を務めるようになった。レギュラーシートに復帰した2006年は一時的に、離脱したが2007年から、 再び解説者として、会一中継を担当した。2011年は、タイヤサプライヤーとなるピレリのタイヤ開発テストドライバーとしてデラロサが起用された。会一ドライバーの事実上の選手会組織である、グランプリドライバーズアソシエーションでも、2008年から2010年にかけて会長を務めたほか、2012年には、前任者のルーベンスバリチェロが、 インディカーシリーズ転候のためか一を離れたことから2年ぶりに会長に復帰した。ありがとうございます。